釣りハードモードの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、また釣り針のお話なんですが、こちらのね、叩きと言われているちょっとね、こう平らになっててね、針をこう針巣に止めるところ、まあ、針巣がね、こっちにすっぽ抜けないようにここが広がってるね、下目針と言われている針なんですが、下目針ね、それの叩きと言われている、叩いてね、平らにした部分のことを叩きと、ね、言うんですが、この広がってる部分のことについてね、この周辺のね、考察をさせていただきたいなと思います。で、これノーマルなやつなんですが、こういう感じでね、ありますが、今日ね、ご紹介するのはね、このちょっと見づらいですが、グリップヘッドとかね、V ヘッドとかいうね、各メーカーによってね、いろんな、ね、言い方があるんですが、こちらね、オーナーの、グリップヘッドはちょっとね、特別で、今これ出した1本出してみましたが、ちょっとお見せすると、この真ん中の叩きの真ん中にね、拡大しますね。真ん中ね、丸くなってますよね、こういうね。ここの部分はね、プレスしたらしいです。あとね、ここの軸のここの部分、ここをね、プレスして、横から見るとね、まん丸じゃなくて、ここが平らにね、へこんでるんですよね。ちょっと線が入ってて、ここが平らになってね、厚みを変えずに、ここのヘチのね、周りの厚みを変えずに、こことここをプレスして、糸のね、結んだ時の反対側にずれを防いだっていうものです。ちょっと通常のやつとね、比べてみましょう。通常のやつはこれね。これだとね、軸がまん丸なんで、くるってね、ラインがね、回転したりします。ただね、こちらの、グリップヘッドと言われてるのは、ここをね、平らにして、この結び目がね、反転しないように、こうね、裏側にね、ずれたりね、してね、反転して、ここの地元でね、切れたりね、するのをね、防ぐっていうためのね、ために作られたものですね。ここ違いがね、わかると思う。ただね、こう厚みを変えないでと書いてありますが、見た感じ、やっぱり若干太いですね。ピンク色の方がね、若干厚みが、同じ9号のラ、針なんですが、この根元と、ここの、若干の、ね、違いはわかりますね。ちょっと厚いですね、こちら。で、これがね、平らになってるっていう。これ、オーナーの針なんですが、で、ここがね、線があって、線から上がちょっと平らになって、こちらまん丸なんで、結んだときにね、くるくるくるっと結び目が回転しやすいっていうですね。これはね、ちょっと回転しづらいようになっているという感じですね。細かいことですが、こういう、ね、違いがあります。これね、カタログとかにも書いてあるんですが、カタログでね、ちょっとお見せすると、このね、プレスシャンクと言われているもの。このプレスシャンクと言われているものと、このね、プラスエッジ。これのね、加工が施された、両方施されたものを、グリップヘッドですね、こちら。グリップヘッドと言われている。こういう感じの。非常に、滑りづらくて、切れづらいっていうね、方法を取ったみたいです。これね、これはオーナーのやつですね。そして、ガマカツのやつをちょっと見てみようかな。同じ9号ですが。これはね、V ヘッドと言われてるもの。
V ヘッドね。さっきのはグリップヘッドでね、さっきのこれが V ヘッドと言われているので、ここのねピントが来ない、ちょっと拡大してみますね。この根元のところ、地元のところで V 型になってて、溝があるとお分かりいただけるかな、お分かりいただけますね、拡大してるんで。でここにねラインがちょうど入るんで、先ほど言ったようにここの結び目がここまで来ますんで、ここにラインが乗っかるんで、ずれないようにする方法ね。これも先ほどとねお説明したのと同じようなね理屈ですね。こういう形で、ちょっとねこれでねちょっとカタログをね見てみますね。なんと説明されてるかカタログ見てみる。これはねこちらね、これガマカツのカタログなのに V ヘッドで、これねやっぱり同じように真ん中にね、ハリスが来て、ハリスのね回転ずれをね防ぐっていうものですね。ずれてねここのエッジでやっぱり切れるのをね防ぐというようなものです。この3つをねちょっと見比べてみようかな。ちょっと見づらいですが、このね、ちょっと拡大しますね。拡大してみよう。いっぱいの方まで拡大して、これがね V ヘッド、ガマカツの V ヘッド、これがオーナーグリップヘッド、これが、ね、何のそういったものもないやつに比べてね、そう比べてみましょう。横から見た感じはね、ちょっとこれがテーパー状になってますね。ここがねテーパー状になってて、これもまん丸、これはねここが真っ平ら、真っ平らっていうほどではないんで、真ん中がちょっと膨らんでいるような感じですが、こういう、ね、形状の違いで、ここでね糸切れを防ぐっていうか、確かにね、こう見ると、この V ヘッドとグリップヘッドはね、ここはちょっと丸みがあってね、厚みがあって、っ切れるっていうイメージじゃないですが、こっちはなんか鋭くてね、切れそうな感じがしますね、見た目。見た目ね。こういったね、違いがあるんで、結んだ時にね、まあ、これがね、結び目が回転しないというのは明らかにこれが回転しないんじゃないかなと思いますね。ただこれもね、ここが V になってて、ここにハリスが入るよ。これは考え方の違いで、どっちもどっちっていう感じですね。以上、今回はですね、ここの地元の部分ね、これをね、ちょっと3種類ご用意させていただいて、見比べてみました。でね、この V ヘッドの裏側、こうギザになってますね、これギザ。これがね、なんて言うんだっけな、名前がついてるんですね。V ヘッドの、V ヘッドでいいのかな。このギザギザになってて、さらに滑り止めみたいなんですね。ここはね、ちょっとこうやってお分かりと。ただ、平打ちの部分はね、明らかにこの、真ん中のね、グリップヘッドが大きいですよね。こういう細かい加工がね、ちょっとご紹介したかったんで、ね、
動画撮らさせていただきました。それではね、皆さんね、またお会いいたしましょう。